やばいですよ、修正美だ。本日なんですけど、本日はこれからおすすめの再生クリームをご紹介したいと思います。それでは早速いってみましょう。本日もご視聴ありがとうございます。はい、本日なんですけど、本日はね、再生クリームなんですけど、まあもう今の時期は、まあ、花粉がそろそろ終わりにかけてきて、まあこれからね、夏に向けて再生クリームとか使いたい方すごく多いんじゃないかなと思っていて、まああとちょうどこの時期ぐらいに、まあいろんな化粧品を変えたりしたりするんですよ。まあ保湿ベースだったりするんですけど、まあ基本的にちょっと保湿ありながらさっぱりしたものを使いたいなって方が結構多かったりして、姿勢肌の方とかもちょっと変えたりした方がいいかと思うんですよ。その中でまあ再生クリームっていうのは1年を通して僕は絶対使った方がいいかなと思っておりまして、まあその再生クリーム、センテリアン24とかっていうのはすごく僕の中で一番おすすめしてるんですけど、まあ歴史があるからね、で韓国内でもすごく人気がある再生クリームなんですけど、まあその他にもう一つね、まあニキビ特化とか姿勢肌に向けたすごいメーカーがあるんですけど、こちらね、こちらなんですけど、メディキューブのスーパーシカウォーターインクリームなんですけど、保湿クリームね、再生クリーム、シカクリームなんですけど、まああのね、虎のね、真の本能、ツボクサって言われてはいるんですけども、まああの虎がかって、あの再生するのに生えてる草に対してのものがツボクサとかシカとか言うんですけど、まあそこら辺のものはね、まあ今までずっと何回も喋ってはいるんですけど、今回のあの動画ね、見て初めて見に来る方もいらっしゃるかと思うんですけど、まあそういうね、草だっていうのはあの覚えてもらえばいいかなと思います。でまあ以前もね、そのツボクサシカって何なのかっていうのは、まあこちらの上の方にね、まあ以前の動画の方も貼っておきますので、そちらの方も見ていただければと思うんですけど、まあ今回はこれから再生クリーム使うのにすごく合ってるってもので、僕が使用して感じているものと僕も変えるものなんですよね、これがね。あのまあセンテリアン24から夏にはメディキューブに変えるんですけど、でメディキューブが、まあ、ニキビに特化したメーカーなんですよ。で韓国でも非常に人気があって、ニキビイコールメディキューブみたいな感じであるんですけど、でまあ一時期何年前から、まあちょっと5、6年前ぐらいかな、もうちょっと前かな、7ぐらいとかなんですけど、まあ、オリーブヤングってドラッグストアがあるんですけど、韓国にはね。でそちらの、あの入り口を入ったら、もう目の前にボーンってね、ドーンとね、でっかいもう大々的にポップアップやってる時があったんですけど、まあその時期を得て、あの百貨店に入ったんですよ、メディキューブではね。で百貨店ってね、まあ、韓国でいうと百貨店に入るとメーカーがね、ちゃんとしたメーカーだとか信頼されてるメーカーだっていうので、非常にこうやっていい風に階段を上っているメーカーではあるんですけど、そのメーカーがメディキューブ、こちらね、うん、で僕もすごく信頼している。でクッションファンデとかもあるんですけども、それを使ったことあるんですけど、めちゃくちゃいい なので、まあ、この、ね、メディキューブのクリームなんですけど、まあ、あの内容もすごくいいので、まあ、簡単になんですけども、皆さんにご紹介した内容をね、ちょっと携帯の方にまとめさせていただいたので、ちょっと携帯見ながらお話しさせていただくんですけど、まあ、ちょっとそこら辺をね、ご了承いただいて聞いていただければと思います。まあ、あと独自のね、あの歯科なので、あの独自の製法でしているっていうのと、あとドイツの会社と共同でしているので、あのそのドイツってすごいんですよ。もう皆さんは、まあ見てる方はもうご存知かと思うんですけど、共同で作ってるものがこの歯科なんですよ、開発しているので、まあ、そこら辺も信頼があるっていうのと、まあ、あとは、まあ、ちゃんとテストも行われている。まあこれも韓国コスメだったらまあ当たり前のことなんですけど、ちゃんとテストを得て世の中に出てくるっていうのもが普通です。まあ普通、まあね、うん、まあ韓国も、まあ前回も結構前にも、まあ、韓国のそのコスメの闇みたいなところで話させていただいてるんですけど、まあ、OEM とかもあったりするんですけど、そういうところじゃないので、ここら辺は信用して大丈夫です。であと、まあ、ちゃんとね、こうやって、一般の方にテストしてもらって、テストもちゃんと言葉をすくい上げて、言葉をその載せてるっていうのもあるんですけど、そこら辺もしっかりしてるなと思って、まあ、ちゃんとそのパーセンテージで言うと 91% が一番下なんですけど、90% 以上は、まあ、ちゃんとパーセンテージで取ってるっていうのですね。はい、であと独自の開発ってあるんですけども、そちらもねすごく独自でしてるっていうもので、ドイツの、まあ、その会社が、まあ、約30年を持つ伝説の持つドイツの、まあ、専門会社、原料会社で作っているっていうところなので、共同制作されているんですよ。まあ、そこら辺もすごく気になって使いたくなるところですよね。もうドイツってめちゃくちゃすごいんですよ。で韓国の美容皮膚科とか行くと、もう間違いなく 100% と言っていいです。もう 100%、うん、
ドイツのメーカーはもう絶対ありますね。そのレーザーとかするじゃないですか。そういう時に再生クリームっていうのは使われてはいったところから、まあ世の中にまあ再生クリームは一般で流れたんですけど、一般の普通にねスキンケアとして再生クリームを使っても大丈夫だみたいな形でみんな使ってるので流行ったみたいな形なんですけど、もともとは美容皮膚科とかで施術をしてから使う再生クリームなんですよ。なので、まあ、そういう意味で作ったものが再生クリームなので、まあ、その再生クリームがドイツがすごい、もうドイツのものがすごくて、まあ、美容皮膚科とかでドイツのものを大体勧められるんですよね。で、まあここ近年も韓国では独自の開発とか、まあ、ドイツと共同開発で再生クリームを作ったりしているので、ドイツと同じぐらいの内容を持ってきているので、まあ、韓国で受けたものは韓国でやっぱそう売りたいってものがあるじゃないですか。で、先生的には、まあ、昔はドイツのコスメの方が良かったからドイツの方を売ってたんですけど、もう最近はまあ韓国コスメもそこら辺も同じ風になってきてはいるんですけども、まあ結構ドイツのものを勧める先生が多かったりするので、まあ、僕が通ってるクリニックとかは結構ドイツのものを再生クリーム出してくれるので、それを使ったりしてるんですけど、まあ、それぐらいドイツってすごいので、まあぜひねここら辺の、まあ、メディキューブの歯科クリームをチェックしてみるのはいかがでしょうか。はい、であとはね、まあ、スーパー歯科成分のリポソームもまあ強化してるっていうところで、まあそれもねすごいところではあるんですけども、ちょっとマニアックな部分になっちゃうので、ちょっと今回見てる方で、まあ、リポソームは何だっていう方もいらっしゃるかと思うんです。他のことでもね、成分で歯科とかマデカとかも何だって思う方ももしかしたらいらっしゃるかと思うんですけど、まあ遡って以前の動画ありますので、こちらの上の方にいろいろ貼っときますので、見ていただければと思います。まああとパッチテストとかもねしっかりしてるので、まあそこら辺は心配しなくていいかなと思います。であと金額もだいたい3000ぐらいから高いとかだと7000ぐらいであるんですけど、7000ぐらいとかだったら買わない方がいいと思います。9点とかでね、まあ、3000ぐらいの金額だったら妥当だと思うので、僕だったらもうこれ2000台で韓国内で買えたりするので、店舗行けばね、うん、なんですけども、9点とかだと割とまあ3000円ぐらいかなって形です。僕が9点見たらね、まあ、そんな形なので9点で買うのが一番いいかと思います。日本で買えるサイトとかだと、まあ、韓国のサイトとかで直接で購入できる方はそっちの方が安いかと思うんですけど、9点が一番いいかなと思いますね。他のメーカーとか結構安いとかあるんですけど、結構怪しいのでそういうとこは買わない方がいいかと思います。なのでまあ妥当な3000ぐらい、3000前後ぐらいのところで購入してみるのはいかがでしょうか。はい、でね、ちゃんとこういう風にまあ、本物とかだとね、ちゃんとパッケージとかでこういう風になってるので、ここら辺もね見ながらもし買った方いらっしゃいましたら僕のと合わせてみるのはいかがでしょうか。はい、こんな感じです。はい、こんな感じですね。まあはい、こんな形にはなるので、まああとは最後にちょっとどんな感じかっていうのもちょっと僕のねこの手の方につけてみたいと思います。ほんとさっぱりしてていい感じなので、はい、こんな感じなんですけど、こんな感じ、ほんとさっぱりしてるんですよ。まあ、本当にこの時期っていうか、あったかくなった時期とか、湿性肌の方とかがすごく大好きな使用感になってくるので、もうめちゃくちゃおすすめ。うん、このね匂いがないのがいいんですよ。はい、めちゃくちゃツルツル水分が入っていく感じなので本当におすすめ。この時期だとこれ使いたくなってこれ使うので、本当にね、まあ、それで僕今回ご紹介させていただいてるんですけど、まあメディキュービはこの時期からねなくなってたりするので、まあ目変わりとかもまた始まるかと思うんですけど、夏とかになってくればね、まあその前に購入したりとか、まあ目変わりの際にガーってね買うのはいかがでしょうか。でまあこの期間にもう目変わりとか9点もそうなんですけど、あとまあアマゾンもそうだし、あとアイハーブとかもそうか、まあいろんなもので買ってすごくね届いて後ろにブワッとあるんですけど、まあ、どっから紹介しようかなとか思ってて、まあ、今いろんなものを使ってるので、まあ、そこら辺をね使用したら皆さんの方にご紹介したいと思います。あとですよ、まあ、韓国、まあ、いろいろね新製品が各メーカーからいろいろ出てきているので、まあ、それもちょっと試しながら今ちょっと試してるんですけど、皆さんの方にご紹介したいなと思いますので、いいものをね
すごくいいものを紹介したいと思いますね。いいものあったらね。で、中間のものは紹介しないと思います。で、めちゃくちゃ悪いのも紹介しようかなと思ってるので、すごくいいものとめちゃくちゃ悪いものをちょっと紹介しようかなと思ってるので、まあ、そこら辺もね、随時この動画を追っていただければ、てか随時このチャンネルで追っていただければと思います。はい。で、今回もね、最後に見ていただきありがとうございました。で、今回も最後に見ていただきありがとうございました。なんかわからないこととかありましたらね、下のコメント欄の方にコメントいただければ、ぜひ僕の方も皆さんの方にお返しいただきますので、あとツイッターの方でもいいので、ぜひコメントの方いただければ、皆さんの方にメッセージを送らせていただきますので、ぜひぜひコメントの方もいただければと思います。はい、今回も最後まで見ていただきありがとうございました。今回の動画がいいねと思いましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、アニョン。で、このクリームなんですけど、もう本当にね、手洗わなくていいぐらいベトベトしないんですよ。なので、めちゃくちゃ性肌の方とかはすごくめちゃくちゃ気に入るかと思いますよ。特にだから本当にもう夏の時期はめちゃくちゃいいかと思いますので、本当に手洗わなくていいぐらい。いいぐらいというか手洗わなくていい。それぐらいなので、まあそんぐらいの使用かなと思っていただければいいかなと思います。それでは。